はい、えー、共同通信のニュースですけども、オリンピック、こちら、やっぱり開催は困難だという見方が強いですね。東京五輪中止の可能性、米紙報道、コロナ影響で開催見通し厳しくということでございますけども、これはね、おそらく日本のメディアから発信するんではなくて何かの手を回して、アメリカの報道機関にそういう見方を出して、そしてテストマーケティングをしているものだと私は思いますけどもね、考えすぎですかね。どちらにしても、 東京オリンピックができるなんて思ってる人は、まあ一人もいないんじゃないですかやりたいという願望の人はいると思いますけどもね、できるわけないと思いますよ。で、この事実に目をつぶって、利権優先でね、まあ森大会委員長とか、あと小池百合子さんとかね、なんか考えてる、企んでるとは思いますけども、これは誰が一番最初に貧乏くじを引くかっていう話だと思うんですよ。そして誰が貧乏くじを引こうと、結を取るのは国民でございます。国民に言われのない、 なんかね、コロナ課税どころじゃない、オリンピック中止課税みたいなのがかけられるんじゃないかなというふうに懸念してますよね。もちろん、こんなタイトルじゃできないですけども、こっそりとね、なんとか復興罪みたいなので、プラスアルファはされるんじゃないですか。この税金もね、結局は、徴収する必要がないお金ですよ。国債発行で賄えばいい話なんですよ。これが結構バレてきてるんで、財務省も戦々強強じゃないですかね。 18日になりますと、麻生財務大臣が、初心表明演説なるものをするそうなんですよ。ここでですね、財務省のボロボロぶりが、まあまさに発揮されると思いますんで、私、頼みしーにしてますよ。次です。えー、共同通信。ずっと記事を読んでみますけども、同志は日本と米国、欧州主要国で感染拡大が続き、国際オリンピック委員会、IOC らの間で、安全な五輪開催は不可能との声が出始めたと指摘。当たり前ですよね。 バッハ会長ね、本当にね、あの人が一番舐めてるというかね、馬鹿にしてるような気がします。早くね、もうオリンピックなんての廃止して、もう選手中心のそういった新しい大会を設けた方がいいと思います。もうオリンピックはね、その組織自体が腐ってますね。本当に、オリンピックの、 出場を、意欲を燃やした選手を人質にとって、ひどい話になってますよ。まあこれは別の動画でまたお話しますけどもね。まあナビのなんとかチャンネルで多分やってるかもしれませんけども、ああいうところでね。キリンさんも言ってるかもしれませんけども、オリンピックはまあとにかくひどい。もう完全にここにはスポーツマンシップの欠片もないですからね。それこそね、あのー、オリンピック選手出身の政治家とかいますけども、もう終わってますよ。本当に悪口あんまり言いたくないんですけども、 え、事実としてお伝えさせていただきます。まあ事実と言っても言い過ぎかな。私の個人的な感想ですね。はい。では、オリンピックはないことを私は強く願います。